今日も福田がご迷惑おかけしてすいません。ねえ。もう慣れたもんですよ。コウさんありがとう。アリちゃんとコウが見つかっちゃうめちゃめちゃよかった。あれね。いたで、見てたの？今日誕生日なんです。MKJ さん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。 MKJ さん、お誕生日おめでとう、おめでとうございます。朝したよ。そんな気がした。私も台湾のシェンさん、いやまあいっかじゃない。お誕生日は何回祝ってもいいものですから。一日中お誕生日なので、私がね朝したかなってちょっと思ったけど半信半疑だったのでやりまして、まあいっかじゃない。台湾のね特別な日ですから。間違えた。無印のポーチ買おうと思い早数日。ありゃりゃ、今日目の色素が濃い。確かに多分光つけてないけんやない。普通の電波だけ。そういうことね。デブニオンさん、台湾のシンさん、ありがとう。面白い。これで勝てる。こんばんは。みちゅが無印になりたいって言ってたから私も無印行ってみた。無印行きたい。朝の猫耳みたいなの可愛かったっすね。朝猫耳なんてしてたっけ。きよさんこんばんは。こんばんはじゃない、ありがとう。東京 TK 局長さんありがとう。猫耳してたっけ。色素薄い系女子。ミルキーさんのヘアバンドだ。最近はこうやってしてます。私は小さい時はねずっとツインテールをしてたんですよ。なんでか知ってる方は知っている、知らない方は知らないんですけど、だからその分けてる跡がすごいついちゃってて、だからこれでリセットしてます。最近赤ピクミンは火に強い。無印の社長になってみちを社長夫人にしたいと思った今日この頃。プロポーズされてる。おんぷちゃん、おんぷちゃん、ナチュラルな感じめちゃくちゃよき。口しか塗ってないもん。トシヤさん、デムニャンさんありがとう。今のめちゃくちゃ好きなエピソードでした。どこでそう感じたんだろう。好きってなるとこあった。みち気づいてないかもしれないけどコメント欄は毎日プロポーズされてるわよ。嘘、気づいてなかった。りょうすけさん、てつさん、ゆきかぜさんありがとう。いや嬉しいことですわ。そんなにも求めてくださる方がいるなんて。
フリーフォールガイズな、フルガイズなって、フォールガイズ私1位取ったことない、難しい。つめやんさんありがとう。結婚してギフト、あー懐かしいね。好きプロポーズ、ほんまに好きなんか、観光大使になりよるけど。毎日家事全部します。嘘、じゃあ私は何をすればいいの。力メール届いたり配信やったり、私はいつも待ってる。本当昔のみちさんめちゃ痩せててびっくりする。そうなんですよ、母方はすごく痩せ体質なんですけど、父方は痩せじゃない体質だから多分後から出てきた。エヴァンゲリオン笑えばいいと思うよ。毎日一日でドキドキ、うそ、毎日ドキドキさせてる。24時間寝ててもいい。にゃんでにゃんで。家事は他の人に任せて、二人で映画見たり音楽聴いたりして過ごしたい。家政婦を雇うの？すごいね。うん。二十歳です。高校生だって、やった。まだいける。大地さん、キョンシーさんありがとう。言葉尻が色っぽい道の話し方好き。嘘、そっかな、あれなんよね、多分息が漏れてるんですよ喋り方いけない。なんでいけるって言ってよ。何でも料理作る、すごい。じゃあ、タンドリーチキン食べたい。声が漏れるんだよね。うちの口がすら見える。恥ずかしい。買ってきゃダメだよ。みちが奥さんになったらお昼から晩ご飯作り始めてそう。嘘嘘。わちが奥さんになったら朝と昼は、あでも自分だけだったら朝と昼一緒になることもあるけど、奥さんになったら頑張るか。大チョコピマルさんありがとう。タンドリーチキンって簡単なの？いや。尽くすタイプだとは思う。コウさんありがとう。なんで起きんのって飽きられながら起こされたい。あ、なんで起きんのってこと？なんで起きるのじゃなくて、なんで起きないのの、なんで起きんのか違う、奥さんなら毎日豆腐でも頑張る。痩せるじゃん。この前のデトックススープ作り可愛かった。配信したっけ？したね。眠くないよ。どんな家庭を築きたいですか？皆さんは？質問にか答えず返すやつ。
なんかログハウスみたいなとこで生活したい全然答えじゃないけど、そういうログハウスとかが似合う家庭を築きたいですね。なんか短い？不意に銭湯行こうって言ったら一緒に行ってくれるタイプですか？うん、行く。朝はサラダボウルでいい？うん、うん。あれしてこれしてめっちゃ言いたい。息子とキャッチボールして娘の発表会に行く週末を送りたい。あね、カレー好き。ST はボイス入り目覚ましグッズないよね。なんかあの CD 買ってくださってさ、 ST 優勝あるじゃん、いつもその ST 優勝の賞の中にありましたよ、ボイス入り目覚まし時計。一人っ子だったので子供は二人以上は欲しいです。みちは。私もそう。みちこんばんは。みち好きになったらおだわりも好きになっちゃった、ごめん。いやしょうがない。おだわりなさんも知っちゃったら好きになるよ、そりゃしょうがない。おだわりなさんの魅力が悪いあれはもうハマらざるを得ない。真っ白な家に住みたい。軽井沢に住もう。今日オレンジの光にしてみよう顔がオレンジ、めっちゃオレンジだねえ。アモズさんありがとう。いえいえ、風を待つのやつか。配信が目覚ましなのでタッチカーに結婚もいいけど今はオンライン話し会がしたいかな。話そうね。宇宙になれるマスク、ふえー、なるの？君に当たってるみたい。確かに今日のキャンプファイヤー楽しかったね違うわ、今しとんだ、今しとるわ。帽子さんありがとう。キャンプファイヤー楽しいね。マムさんのポスターが大きくてびっくりした。本当？嬉しい。あと2日で連続配信400日。おお、イエーイ。マシュマロ焼いちゃえ。え、キャンプのさ、焚き火とかでもさ、マシュマロ焼けるの？こんばんは。モバイルの動画神やんな。私さ、ガチ感ありました？
言うて。そんななかった。よいしょ。どうでした？いけるんや。黒く見えるね。どこから登場しとるんって感じでガチ見はなかった。え、あれ舞台袖じゃん。なんで？これはバランスボール。あの後どこに行くのか気になりました。山形日本海住民さん、ありがとう。あの後は一緒にご飯を食べに行きます。M ケンさん、ありがとう。花筋さん、ホジュさん、ありがとう。かきひろさん、ありがとう。顔はもちろんのこと内面が本当に大好きで尊敬。尊敬今来た、やっほーん。福ちゃんの動画長かった。あー長かったね。あ長かったね。よかったね。スカパラダさん、ありがとう。私7000ポイントぐらい持ってるんですよ。課金してないけど、多分メンバー特権。夏目さん、キョンシーさん、ありがとう。にゃ、2X チャイになりました。今日誕生日ってこと。つめやんさん、ゆきさん、キョンシーさん、ありがとうね。こがらすまるさん、ありがとう特権強い。でも7000が減って、そうデート動画全部撮ったから。どんぐらいになったっけな、覚えてないけど。私は舞台袖から出てるんですよ。分からんかった。分からんかった。ねえ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 。美味しく焼けました。お、鼻筋さん、鼻筋さん、お誕生日おめでとうよ。よいしょ。鼻筋さん、おめでとう。おめでとうございます。どうですか今日の私は。こことかいいんじゃないかな、はい、ここら辺叩いてたら鼻がさ高くなるらしいね。ここら辺叩いてたら鼻が高くなるらしいよ。鼻の高さが普通で可愛い。本当？よく高いって言われるんですけど、高くないか。まあ別にどっちでもいいけど超ガセっぽい。嘘。バットで前に、それはやばいって違う、トン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 ぐらい。ギョボシさん、ありがとう。ギョボシ？
ランプくんさんありがとう。そうそう刺激を与えると、目がパチパチパチになる。鼻と顎に指一本当てて唇に指が当たらない人は鼻が高いらしい。そうでも私顎も出てるからそれ当たるんですよね。唇もぷっくりしてるし、そうめっちゃ当たるから違うってことか。でもにっこりしてたら当たらない。そりゃそう。でも指ってまっすぐじゃないじゃん。ニノさんありがとう。うちの横顔の大ファン、売れていい、ありがとう。ふふん。確かにちょっと高くなった。嘘。こんな一瞬で？当たる人が美女ってどこかで言ってたです。本当？じゃあ美女出した。イエーイ。ゆきさん、しょうさんありがとう。ブイ。よく洗濯バサミで挟む人いる。うん、メンバーにもいる。こうやって肌が高くなれってこうやってピースで挟んでる。挟んピースで挟んだりしてめっちゃ赤くなってる。こうやってこうやってやってる。ペンを柔らかくして手品。あれ柔らかくなった。ショウさん、クマありがとう。今日で未知の2番の年になりました。お、なんて読むの？お名前。なんて読むんですか、お名前。よしみさん。嘘ついたら鼻が高くなる。じゃあいっぱい嘘つこう。マシコよしみさん、マシコよしみさんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。マシコよしみさんおめでとう。おめでとうございます。おめでとう。いえいえ。マシマシでいきましょう。3日前誕生日でした。ダメですか。タイガさんお誕生日おめでとう。パチパチパチ。センスは当日の方ってね決めてるので、おめでとう。タイガさん、アリストテレスの錯覚って知ってますか。うん、見たらわかるかもしれない。ダダダダムナさん、スランプくんさんありがとう。太ったわ。おふうって笑うときに
広がらないように鼻を指で挟むって聞いたけど本当？どうやって？こうやって？こうやってる気がする。なんかふーちゃんさささささってこうやってる気がする。こんな手な気がする。こんなあれ鼻押さえとんや。知らなかった。スカパラダさん、ゆきさん、ありがとう。太ったわーってタワー投げるだから。あ、そういうことね。私も3日前誕生日でした。え、小田有奈さんのファンの方ですか、もしや。まーさん、お誕生日おめでとう。小田フェチって書いてある。あ、倉野さん推しの小田有奈さんフェチってことか。ふーちゃんの鼻筋も好き。わかる。ふーちゃんのダンスって不思議な感じで好き。わかる。なんなんかね、あれ。ふーちゃんのダンスよくわからんでもわかる、好きなの。おだいり犬推し多い。いや、多分おだいりなさんのツイート、私さっきリツイートしたし、それで多分どんな子なんだろうって見に来てくださってるんだと思う。今ありがとうございます。ふーちゃんの1日前が誕生日。あー、ちょっとじゃないですか。ちょっとでもないけど、1ヶ月もないですね。そう、イベントの時小田里奈さんの方のことは優しくて優しかった。みちのターンはピシッと止まるところが好き。あら、ほんと？ターンはね、よく褒められるんですよ。バレーしてたから私。ターン綺麗ってよくというかな、あの、なんて言うの、ダンスの先生に褒めてもらって、そのダンスの先生が本当に、なんて言うの、もうどえらい方すごい上手な人たちに教えるダンスの先生だったんですよ、そのスクールで。だから嬉しかった。自分も2回ね、そのダンスが上手い集団に入れたことがあるんですよ。なんか毎回オーディションがあるんですけど、そう、私は全然ダンス面じゃなかったので、スクールで。でも2回だけ入れてもらえて、まあその中でもヘロヘロのヘタヘタのダンスをやってしまったんですけど、体幹めっちゃしっかりしてるなって。嘘、嬉しい。トリコ無謀の振り返るとこ、あー、フォートナイト追加、あ、ね、新ボス増えた。そう、実は上手くないんだよね私。2回入ってる時点でうまいのでは。いや、わかんないけど、ね、入れてもらえたことが嬉しかったですけれど、ダンスでここを特に意識してるってとこは。首から上、髪のなびきと首の動き角度、とため クラシックバレエなのかな、何バレエなのか分かんない。クラシックバレエかも。でもバレエダンスをやってました。ノーウェイマンの選抜の時に本当に上手だと思った。ありがとう、嬉しい。
アイソレーションって大切なんですか？アイソレよくスタジオのやってるよ。スタジオのレッスンで。髪型をポニーテールにすることってありますか？ありますよ。ポニー好きなんだけどね。どうしてバレエダンスやっていたんですか？なんかやりたくてちっちゃい時になんかやりたいって言ったらしくて、自分がそうやらせてくれました。アイソレって何？マリーナのアイソレのファン。アイソレってさ、内側のやつよね。ランニングはできるよ。顔に当たるからあまりライブではしない。そうなんですよ、今の長さは結構顔にバシバシきちゃうから最近はポニーテールしないんですよね。暗闇の時のポニーテのファン。MV か。そうなの、にやかですね。しらしら、わからんわからん。私も違うかも。マリーナのアイソレってどこ？ダンスのアイソレーションってどういう意味？わからん。私もわからんわ。やっぱり。なんか、私のアイソレは、こう、なんて言ったら、こう、うちで、やるやつかと思ってた。桟橋のシーン、ああダンスシーンだよね。あの時は髪型に指定があったんですよ。首がグイーンなるやつ。待って、それでもわからん。首がグイーンってどういうこと？テントはリサイクルショップに売ってしまったんですか？テント、町の部屋にあったテントですか？あれはね、TSS さんからお借りしたテントだったから返さなきゃいけなかったんですよ。あ、これか。そう、返したくなかったんですけどね。私もあれから結構テント自分でも探したりしたりしました。でもまだ買ってないし、私の部屋狭いからどうしよう、まあいいかなって思ってた。アイソレーションでググったら分離取って出てきて、あ、そうそうそう、だから首だけ動かすみたいなとか、胸だけみたいな、その部分部分でやっていくみたいな感じ多分。多分それがアイソレだと思う。あんまりわからないけど、こうなんか部分部分を単独でヨガソレーニング、ソレーニングってなっちゃった。それって言おうとしたら、そう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 、メイクノイズのサビが好き。わかる。ポッ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 、野蛮の B メロ、トゥ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 、これか。牙を隠すな。昨日買ったんですよ。映ってたかわからんけど、めちゃくちゃ可愛いアイドルやってくれてありがとう。ねえ、ありがとう。そんなことないよ。 Thank you。 頑張れますわ、あなたの言葉で。あと
な頑張れます枕何個持ってるんですか？1個です。これはね枕じゃない。昨日のクロスのイナバウアーのところも好きでした。イナバウアーはミチはもっとそれるって言われてダンスの先生に。だから昨日はクロスのソリと野蛮な球じゃないやだらしない愛し方のソリを頑張りました。野蛮な今村さん大好き。そう、それめっちゃ言ってもらえるんだよね。一人用の小さめテントプレゼント送ったけど届かなかったか。嘘、1万円以内？それもらえるよ絶対。なんでだろう、いつ？優しい、ありがとう。ウィッチーズイチのミミとするところもいい。そこも頑張ってる。うんうんうんうはね、あのなんかか細か弱い感じにしたいから、こうキュッてしてね、後ろ姿を切なく小さい背中にしてます。ちっちゃいこだわり。イナバウはそうなんや。飛行機と新幹線どっちが好き？わかりゃん、どっちやろ。ユーリーさんが YouTube で野蛮踊ってたけど見ましたか？見ました。ホジェさんありがとう。未知の切ない目線ずるい、うまい守りたくなる。そうそう、キュッってやってる。実はナストビーナーでブーツのストンプの音がザザザって、うぃー、だらしない仕方のどこだろう。どうでもいい、濃いよね。大きさに制限ある。あ、そうなんや。だって悲しい、ありがとう。せっかくプレゼントしてくれたのにね。みちのレスの送り方がいつもの嘘。そう、だらしない仕方は定点で見ると本当に綺麗でびっくりする。そうなんだよ。まあ全体で見てなんぼよな、ダンスは。結構まあ表情も見れるのも嬉しいけどね。なあやさんありがとう。スタジオはでもレスというレスができる曲はドリアン少年ぐらいしかないから。嬉しい。試験マシンさん、ゆきさん、花筋さんありがとう。目線から来るです。おお、スタジオで TikTok 持ってやって、うん、みんなでやりたいな。スタジオの時はレスを求めてない、ありがとう。 STU マネーカメへのアピールがうますぎる問題。いや、スタジオがみんなうまくない？最高感の始まるとこのポーズ、パッパッパーですかね。スタジオの選曲はどなたが決めるの？みんなにやりたい曲を出してもらって、自分がなんかスタジオっぽい曲とか、その既存曲、スタジオがやってた既存のセトリとかに合う曲とか合う場所で選曲とセトリ決めをして、あとソロはみんながやりたい曲をみんなが持ってきて
やってて、あとセンターもなんか自分が決めたりする。そう、あのなんだっけ、まあ最高歌謡はマハちゃんがいいとか、そうマハちゃんはあの基本カノンちゃんの位置入れたりしたんだけど、メイクノイズはクーカちゃんがいいとか、そういろいろ決めて提出したら、そう他のセンター以外のとこを入れてくださったりとかしてもらってます。でも結構決めてるかも自分。でももうちょっと私のソロじゃないセンター曲を減らしたいなって思う。そうソロは自分のやりたい曲をやろうって言って、何でもいいからっていうスタンス。そんなだってソロを歌える機会ってさないじゃないですか、ほとんど公演とかでも。だしそのソロを歌える機会が少ない中で、そのソロ曲自分が好きな曲を歌える機会ってもっと少ないじゃん、ソロをやる機会自体がないから。じゃけんそれならもうみんなが自分の好きな曲をしようよってなってるの。なんかうわー今日ソロや、いやーちょっとソロうわ緊張するし嫌やなって思う日が結構あるけど、あるけど、でもいやソロ歌える機会なんてこのぐらいしかないし、あの公演ね6人のファンの方、まあ、6人以外のファンの方も見てくださってる中でソロタイムがあるのはなんかありがたい貴重な時間やって思うと、そう頑張らなきゃってなる。それ舞台裏カメラに映ってる。そうなんですよ。いや舞台裏カメラはねあれはね映しちゃダメよ、ソロの前は本当にありゃダメよ。昨日は本当に死にそうで、なんかあのヘッドセットつけてるんですけど、スタジオの時のヘッドセットをつけるベルトがあるんですよ。お腹にベルトしてるんですけど衣装の中に、それがめちゃめちゃきつくて、そうめっちゃきつかったし、溝落ちのちょっとしたあたりぐらいに巻いてて、なんかもうね本当にやばかったんですよ。瀬戸利は今後いや変わるのかな、変わるかもしれないですね。変わるかもしれん。だからめっちゃ昨日本当に死にそうだった。なんかうわやばいややばいやってスタジオ公演で初めて思ったかもしれないぐらい、もまあ思うんだけど、埼玉のボインキラーさん、キヨさんありがとう。純情ソーダ水、そうまゆゆさんが好きなんですよ。だから舞台裏の道はプロと人間の間って感じで好きになるそうだってってなるもん。ちゃんと入れる時には入れてるんで。そうもう最近はでもその歌う前は今から歌うぞじゃなくて、なんかあのいや私はなんかあのまゆさんの曲歌うときは私はもうプロのアイドルなんだ、プロのアイドルだからプロのアイドルとして歌うぞ、いや歌うぞじゃない、プロのアイドルですっていう気持ちでいたらなんかうまく歌えるんですよね。なんか歌うぞってなったら歌に力んじゃって、そう難しいんですけど、そのなんか
なりきることが大切だって最近思った。そう、歌が私はね苦手意識があるので、歌に本当に、だからその歌うぞ精神がダメなんやって思って、そうだから歌うときは私は歌が上手い人だっていう気持ちを入れてから歌うんや。そう、歌うぞって歌うんじゃなくて、私は上手い人なんだって言って歌うとちょっと上手くなる多分で気持ちは大切よ。そう、その9月3日振り返りの時が、振り返りの時にねめっちゃほんとそれをやったんですよ、その思い込み。マジ気持ち入れ、あの瀬戸内の妹は本当にあの本当に私はあの大事なね妹とかが結婚しに行くんだって、おらんけど妹さん、妹とか、そう結構なんか大切な人が幸せになるんだみたいな気持ちで歌ったり、無謀はなんかなんだろうな、無謀は何でやった、なんてやってやったかな、忘れたけど、なんかめっちゃ気持ちを入れてやってみたら、ダンスの先生にめっちゃ褒められたんですよ。そう、みちはこんぐらいで止まると思ったけど、その時はもっといったねみたいな言われて、あ、止まると思ってたんや、止まると思ってたじゃないけど、なんかあ、期待じゃないけど、なんて裏切れてよかったって思いました。ブルーさんありがとう。なんか意識する、私はそのなりきることだけ意識してやりよったんやけど、ダンスの先生はなんかそのダンスの拍の取り方を最後までなんか残して取ったり、なんかこういうやつでも下ろすときに、みんなもうみんなとカウントは一緒なんですけど、下ろすときにもっとこうスンって下ろすとか、なんかが違ったり、その目線のなんか なんて言ったらいいの伏せ具合とかが全然違ってって言われて、そうへーってなった。自分はその意識せず、もなりきることだけしか意識してなかったから、なりきることだけでそういう目線とか拍の取り方とかも何も意識せずとも変わるんやってびっくりしました。そうすごいよね。そうでもそうスタジオ公演はね、ウザもね本当は私がセンターなんですよ、まあ、ウザは私センターオーラないんですけど、ウザはね強調するとこじゃないわ。ハッシーさんありがとう。なんか誰かのツイートもウザに何て言ったらいいの公演曲とセンターの人に星マークがついくやつがあったんですけど、ウザにドカ脇のとこに星がついてて、あ、ウザは私なんだけどなってなったんですけど、でももうそう、ウザは私じゃなくていい。野蛮はね、でもねめっちゃ褒めてもらえる。私そう、なんか今村さんの代表曲って言われる。ドカかと思ってた。そうなんですよ、まあドカさんの方が多分ね迫力があるからなんだと思うよ。それそう、え、しかもサビの最初とかもミュウミュウがセンターなんですよ、あのポジション的にもね。そう、私がセンターの時間もほぼないし、最初のドゥドゥンドゥドゥンもあのドカとマイハちゃん、そうミュウミュウは2番目の立ち位置で、1、2、3、4、5、6でなんか
決められてるんですけど、私が1でミュウミュウ2、マイハちゃん3なんですけど、あそこのドゥドゥンドゥドゥンのこの最初のボーンを今と3番の子がやるんですよ。多分立ち位置の問題で多分そうなったんだと思うんですけど、でもそんなことしとったらさ、もうそこがセンターみたいになるじゃん。そこが、あ、この2人がこの曲の代表なのねってなるから、そりゃミュウミュウって思うと思うんですよ。サビの最初もミュウミュウがセンターだしね。そうだから本当は私がセンターないけど、そうなんですよ。ミュウミュウに負けんでよ。いやでもそれはもうミュウミュウの迫力もすごいけど、それは立ち位置の問題もありますよ。そう、それは私のせいもあるかもしれんけど、全部がそうじゃないでもその後の野蛮も私だから、私はそう、ウザはじゃあジャージャもないんよね。でもそのミュウミュウとマイハちゃんがさ、最初いい感じだからさ、なんかね、変えでもいいか、一回立ち位置変えてやってほしいでしんどいな。普通に見間違えて読み取ってるこっちの責任。いやいや、でも見間違えてしまう、見てる人が見間違えてしまう立ち位置を作った人の責任ださ誰のせいでもない、ここにおる誰のせいでもないみちはセンター志望。いや、センター志望じゃないよ。まあ、センターに立たせてもらえたらめっちゃ嬉しいけどね。センターに立てたら嬉しいけど、なんか多分スタジオ公演もね、最初はすごいバランスをとってたんですよ、結構多分ね。そう、でもそのいろんな曲やっていくうちにさ、まあ、これこの曲残しておこうっていう曲は残してさ、変える曲は変えるやん。そうで、変えていって変えていって残していって残していって、野蛮とかウザとかが残ったから私が多くなっちゃったんですけど、今ね。そうそうなんです。もうちょっとね、なんかなんだろうな、マリーナもセンター3つあるんか。マストビーナウト、お縄と夢力。しかもマリーナのセンター曲はマストビーナウは特になんかセンターですっていうセンターだからね。マイハちゃんとかミュウミュウとかももうちょっとセンターね、 あっていいなって思う。みんな、そう、アリちゃんのセンターもなんか、そう、アリちゃんはドリアン少年がセンターなんですけど、ドリアン少年の最後であの蜂の巣ダンスの立ち位置に行っちゃうんですよ。でもドリアン少年の最後のドゥ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 プーンが結構大切じゃないですか。でもそこがもう蜂の巣の立ち位置にあの次の曲の関係の、ね、移動で行っちゃってるから、あんまりそのドリアン少年の中でのセンターぽさがないんですよね。サビが一列だし。そうだからアリちゃんにもうちょっとアリちゃんがセンターですっていう感じの曲を作りたいなとは思うんやけど、でもそれはあの恋のお縄のセリフとか最高かよのセリフで結構アリちゃんのインパクトはそこで残せてると思うから、そういう割合を考えると、ま、もっとね作りたいとは思うけど、ま、そこもね、あのアリちゃんのアリちゃんですっていうところが、アリちゃんゾーンがあるわけだしって思うよね。でクーカちゃん、でもクーカちゃんもメイクノイズがねいい感じやけど、クーカちゃんもマイハちゃんももっとあっていいと思う。そう、センター曲1人2曲とかにみんなしたいな。ドカですね、ドカのセンター
とかのセンターが欲しいね。そう、結構バランス考えたりして作ってるので、また見てください。蜂の巣はみゆみゆがセンター。あれはみゆみゆの代表曲やんね。くうかちゃんのメイクノイズ綺麗でしたね。しかも回を重ねるごとにくうかちゃんのメイクノイズノリノリになってる。なんかドゥクドゥクドゥンクドゥンドゥンドゥンのキレが切れてる、キレが切れてるから。くうかちゃんビューインって伸びてる。配信終わったらスタジオ来ます。またありがとう。そう、スタジオ見てください。それでは壇上を読みます。13位 M ケンさん、12位アモズさん、11位セリアさん、10位台湾のシュンさん、9位大地さん、8位ホジェさん、7位ブルーさん、6位コウさん、5位キョンシーさん、4位ショウさん、3位ダダダダムダさん、2坪ゆうすけさん、そして1位はドゥルルルンジジョンゆうきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルジャジャン、カラフルメリー22さん、ありがとう。うん、それでは皆さん聞いてくださりありがとうございました。今日歌おうかなって思ってたんですけど、結構コメントで喋れたね。そう、30分15分から歌おうかなと思ってたけど、深い話をしてしまいました。ありがとうございました。それでは今日も一日おつかのんでした。ありがとう。バイジャラパイスイッチ、また明日。明日久しぶりにかのんちゃんに会う。ドキドキ。またね。愛してます、ありがとう。今日は山口編あげたんで見てください。ツイッター、ブログ。また。